こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県天理市千載町にございますディアコートのご紹介をさせていただきます。今回見ていただくお部屋は 3LDK タイプとなっております。まず一番最初見ていただいているのがこちら和室となりまして、6畳のスペースとなっております。その和室にはですね、このように収納がついております。非常に大きな収納ですので、たくさん荷物を入れることができますね。和室を抜けますと、このようにリビングにつながってまいります。リビングにはですね、バルコニーがしっかりついておりまして、こちらのバルコニーは東向きとなっております。こちらからですとですね、よく見えるんですけれども、ディアコート3棟建っております。それぞれ棟数によってですね、棟数によって向きが違うのですが、今回見ていただくのは東向きのお部屋となります。窓が大きいですね、非常に。こちらのリビングはですね、キッチンももちろんついておりまして、こちらキッチンとなります。キッチンにはですね、このようにシンク、非常に大きめのシンクついております。このように調理スペースもしっかりとってますし、ガスレンジ置き場もございます。収納もですね、このように上と下でたっぷりとってるのも特徴です。ご家族の多い方でも十分使用いただけるぐらいのキッチンになると思いますね。続きまして、こちらが水回りとなります。まず奥、お風呂ですね。はい、出てきたところが洗面台となっておりまして、お隣が洗濯置き場です。続きましてトイレですね。洋式トイレとなっております。もう2部屋ございます。まず1つ目、入ってですね、こちらすぐ左側、リビング左横の、洋室となります。こちらの洋室4畳半ほどの大きさになりまして、すごく便利な、収納部屋として使っていただくことも、子供部屋として使っていただくことも可能です。このような収納もついております。もう一部屋ございます。こちら洋室となります。こちらの洋室にもですね、先ほどと同じく収納がついておりまして、非常に便利な洋室となっております。こちらはおよそ6畳ぐらいの大きさになりますので、寝室として使っていただくのがベターな使い方かなと、そんなふうに思いますね。こちらのディアコートなんですけども、立地的にもですね、非常に人気の高い立地に立った物件となります。ご家族の多い方や、子供さんの、多い方、そういった方にですね、大変お勧めできる物件となっておりますので、ぜひ一度当社のホームページをご確認いただければと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。